始まりました。七夕ひろしのポッドキャスト。いやちょっとですね、ちょっと伊沢さんに報告がありまして、はい、この前ですね、僕あの高木三四郎さんと YouTube コラボ、サイバーフェスの前に、あ、そうです、社長がいろいろあなたの SNS 出ますみたいな、あ、そうですそうです。でその時にですね、私高木さんにですね、はい、あのやっぱりサイバーフェスってそのサイバーグループのフェスなんですけど、まあ、僕に逆に相談がございまして、高木さんから、はい、あのサイバーフェスグループのプロレスラーをモノマネしてくれるレスラーが全然いないんだよねって言われたんですよ。なるほど、はい、まあ、それはね、モノマネしたくなるレスラーがいない。いや違いますよ。逆に俺高木さんに届いてなかったんだなと思って。なるほど、高木さんは小橋太ったぐらいしかいないって言ったんですけど、まあ引退しちゃってるしね。まあまあそうそう、いやいや現役でもいるよ。いやそうです、そうですよ湯沢さん、うん、ね、ちゃんと四角富士曲がり道けん玉選手です。そうだよ、俺それシュープロツイッターにも上げたよ。そうですよね、で結構反響ありましたよね。ただなぜか高木さんのその届いてなくて、若干似てるし、ね、そうで高木さんにですね、まあ、もちろんケンタマもいますと、比較富士もいますと説明して、で七夕くんもなんかやってくれよってなったんですよ。なるほど、これだったら高木さんやりますって。そうですいや高木さん意外といるんで、下木三四郎とかいるんで、はい、そうなんです。で俺探してですね、なんとなくあれ俺手助けできそうだなと思って、あーサイバーグループの所属選手は、そうです、ノア DDT、はい、東京女子みたいな、はい、どうですか湯沢さん、さっきちょっとね僕のあのサラスケ見ていただきました、ね、聞いてる限りでは、はい、もうサングラスと赤の、はい、ジャン着れば、はい、誰でもある程度は行くんじゃないかと思って、はい、だけど、はい、逆に忠助の、はい、あのオフィシャルの、はい、サイトの写真を見たら、はい、向こうが、はい、七夕に見せてる写真を撮ったんじゃないかってぐらい共通点が、見分け具合とかも。そうでしょ、それいけんじゃん。そうですよね、宮原検討中よりこれじゃない、はい、かもしれないです、下手すればね。それレベルに似てるやつ見つけて、うん、だからぜひですねちょっとね、サイバーグループさんもちょっとこの僕らもアピールしていってですね、ちょっと頑張っていこうと思ってるんです。でですね、もちろん、はい、そのコラボがあったサイバーフェスも私見たんですよ。あの、ね、配信に出てもらったぐらい、ね、そうその七夕の YouTube のおかげで、はい、お客さんも予想より入って、あれを聞いてそうだったよね。いや一番ね、ゆずぽんとのコラボが一番反響ありそうでしたけど、高木さんとねやつ見ましたけど、ですけどね、私ねちょっとね、今回のサイバーフェスだと魂が揺さぶられましてね、まあ、まず1個はですね、やっぱり武藤さんがね、やっぱり引退を発表した。あれさ、もう報告があるって言ってたじゃん。あ、まあそうですね。それで大体引退だと思うし。まあそうですね。逆に何だったら面白かったの、大喜利じゃないけど。なるほどなるほど。大切な報告がありました。あのキャリアとあの体調とかね、あの振りでも大竹でも技かけておいてるんだ。あれも大体。我々業界人じゃなくても、まあそう思ってます、まあ、普通のねプロレスさんっていうか周りでも引退報告まで思うじゃん、はあ、なるほど。前のなんかその前に聞いたけど、何だと思われてる、何か他にありますかって聞いたんですよ。ああ、へえ、マスターズ復活とか、ああそれずっこけないですか、大切な方が、まあ、大切な報告ではあるけど、わざわざもう引退一択でしょ。それかそれか、なんだろうな、なんか離婚しましたとか結婚しましたとか、真面目に考えることないけど。そうですよね、むずいっすね。でもまた、まあ、そうは思ってても、いざ本人に口から聞くとショックは、ショックっていうか、ショックでもない。いやでもね、湯沢さんもよくおっしゃってるんですけど、意外と引退を発表しないプロレスラーっていうのもいるんですよ。いやそうだよ、引退試合はできるレスラーでも本当に100分の1とかもっと、うん、あれだからよっぽどのトップで、うん、引退で存在してるからね、まあ、まあ女子はしょっちゅうやってる、まあ確かに、まあ確かに数年でも確かに、いや、やっぱちゃんと自分で区切りつけるっていうのはやっぱ、まあ、かっこいいなとも思いますし、あとね、あのゴールのないマラソンだっていうあれで引っ掛けてね、あれもゴールがあったら、まあそうですね、で揺さぶられまして、
もう一個ね、揺さぶられたのがですね、対抗戦で DDT がノアとの対抗戦で全敗したんですよ。で、それを受けてですね、高木さんだとかが発信したその動画がですね、やっぱりすごい私は心打たれましてですね。メッセージ見てるね。もう新日本とか見ないのに急に。あ、でもね、あ、僕あこれあの YouTube でも言ったんですけど、あ、次は伊沢さんに言ってなかったですけど、私これマジでこれ広いプロレス業界で一番過小評価されてる団体が僕 DDT だと思ってるんです。だからもうすごいあのすごい団体だなと思ってる割には結構ね、プロレス特になんだろうな、ノアと合体した時とかに、なんかノアのファンの人とかね、なんだあんな団体だみたいな言うから、嫌だなって思ってます。過小評価ってほど評価されてなくもないけど。あ、本当ですか。あ、伊沢さんからまさか。人気が低いんじゃない。シビアなことを言わせてもらえば。でもそうかもしれないですね。あと、外に向けてっていうのは、はい、まず中ができてるところじゃないから、シュープロも田中がなんかシュープロは清水君とか置かれるんだから石鹸とか言うと、俺は申し訳ないけど全く逆で、プロレスワンも8割9割シュープロ買われたらそれ以外行くけど、プロレスワンだって1割も買ってないよ多分。なるほど。そんなところが、はい、外とかっていう方が、だから俺新日本以外のところは、はい、そんなことやる前にやることいっぱいあると思ってるけどね。新日本だってまだ、じゃあプロレスさん 100% に近くなったら、はいはい、まあ、アメリカとかいいんだろうな、アメリカンプロレスさんとかするんだけど、世間だよね、うん、しかも曖昧だし、なんか世間に響くってなんで、なんかプロレスさんに、まあそうですね、プロレスさんに、じゃあその DDT が過小評価されてるんだとしたら、まずプロレスさんを振り向かせない限りは振り向くわけないですよ。おお、順番が逆なんで、逆にもし DDT がお前の理論で過小評価されてるんだとしたら、はいはいはい、わかんない。俺が正解がわかんない。俺の理論では、はい、まず内側の、まあ、猪木が言う感情、はいはい、内側の人たちを振り向かさないから外側の人なんで、内側がものすごい盛り上がってるってなるからアイドルとかでそうでしょ。その人たちの周りにもすごい熱があるから外の人初めて行くわけで、そうでもない。だから内側だけ見てると言われればそうなんだけど、それはね、まずプロレスファンに、これからどんどんシュープロを知らないプロレスファンも増えてるわけで、そこだって普通の世間の人の感じはやっぱりプロレスラーの方が可能性がハードルが低いじゃん。そうですね。そこだから、それも DDT も一緒だと思う。おお。だからミラノが言ってたのは、昔最初スターダムのコーチやった時に言ったら、やっぱり知らない人から引っ張るよりは新日本見てる人から引っ張った方が早い。そうですね。実際そうなってもスターダムってやっぱり割と聞くと。確かに確かに。まあだからどうっていう。伊藤さんすごいいい話してくれるじゃないですか。そうだよって仕事してっか。いや、さすがですね。やっぱり僕のね、浅い理論とは全然違いますね。過小評価って言うんだったら、もっといえいえシュープロとか載ってないとか。ああ、なるほど。そういう団体って言うんだったらいいけど、はあ、過小評価でもないと思う。まあプロレスファンの中では、はい、過大評価って言うことはそんなないけど、ね、はあ、へー、そうなんですよ。あ、じゃあ嬉しいです。じゃあ評価もされてるんですね、DDT さんもね。評価もされてるんだよ。まあまあ少なくても、サイバーファイトをつなげたのは DDT だからね。うん、いや、だから俺もっと、はい、剣豪が結構ギリギリの挑発してましたね。あれもっとね、DDT の方がいいかい、DDT はね、だからそういう過小評価っていうか優しいと思う。そうですよね。もっとギリギリ、だって、ノアは DDT とか高木さん主導がサイバーファイトとつなげて、ということで、はい、そこから今の、ね、もう1回入ってサイバーグループに入ったんだから、はい、DDT がサイバーグループ入ってなかったら、今は危なかったっていうわけで、そうですね。だから、どんなに剣王が、まあ、演劇だろうか、うん、本物プロレスだか分かんないけど、やっぱりもう演劇だろうが、プロレスだろうが、うん、もうエンターテインメントだから、見られてなく存在しなかった意味がない、見られないわけだ。その段階として DDT の方が勝ってるって言い方もできるわけだ、うん、最初の。なるほど。そこで言っちゃうとギリギリって言うとあるんだけど、同じグループ内で。でもなんかそれを、いや、剣はわざと言ってるような気がする。まあそうですよね。ギリギリもっと言い返した方がいいのかな。確かに。言い返さないですよね、高木さんも含めてなんか、うん、結構。まあ最初は言い返していたけど、まあなんかちょっと優しいとか分かんないけど。優しいですよね。まあまあ試合は良かった。期待
いや、そうです、ケンオさんですね。俺、単純に入場も派手で好きです。やっぱ演出は大事ですよ。大事ですよね。いいと思うよ。俺、演出、さっきの話だけど、演出って言ってもね、基本的には入場、まあそうですけどね、入場だけなんだけなんですけど、まあ、あんまりいじらないから、はあ、うん、あれが違うとやっぱね、いや、本当ですよ。俺、まあ僕、配信で見ただけなんですけど、やっぱなんかお金払ってよかったなと思いますね。多分あれね、その配信で見てる人の方がいいと思う。あ、へえ。的に 絵としてやってるから。あ、まあそうなんですよ。通じて俺記者だから端っこだったから、ね。ああ、なるほど。まああと会場もでかいじゃん。そうそうそう。でも画面で見てるのが画面映えしたんじゃない。あ、だからかな。俺本当にね、坂崎由香のやつもそうだったけど、なんか大人数が単純に入ってくるやつで、単純にやっぱテンション上がるんですよ。そうですね。はい。まああれがでも結構何試合もあったから、ね。まあそうなんですけどね。最後の一個だけで。まあまあまあ。生演奏とかね。でも確かにあの演出は日本のプロレス団体で一番と言っても確かにそうですよね。今新日本はそこまでやんないですもんね、うん、あの思いのほかすごい真面目な話なんで、ただ僕が伝えたいのはサイバーファイトグループのモノマネは僕らやってますんでぜひ使ってくださいとか。それは逆に言うと田中さんの知り合い芸人で、はいはい、あ私も俺もノアのとか DDT サイバーグループの確かに確かに、例えば女子でもいいわ。そう、全然いいですよね。高抜き、そうそうそう、ゆかないとか、はい、ゆかない坂崎ゆかない荒井ゆかないです。荒井ゆき、荒井帰りか、ゆきさん。そうですね、まさか高木さんから言われると思わなかった。頑張っていきたいと思います。はい、それでは最後にポッドキャストを聞いてくれた皆さん、愛してます。